言えたな、アホ。売れてやる、ぶっちぎり売れてやる。木村優太、映画監督になるのが夢です。お前じゃ。監督になりたいのに自分劇団やってんの。ストリップ劇場でやってみない？ここで前座をやるんですか？やれるもんやったらやってみ。ロックやんけ。座長、どのコントやるんですか？ストリップの客に受けるようなネタを絶対作ったる。エロか。そのエロい気分を吹っ飛ばす。え？すげえもん見したるから。生演奏でやらない？渋いと思うんだよね。スッパーパーで面白そう。僕は脱げー。 Oh my god。 あのストリップ小屋満席にしてみ。絶対に売れます。あのネタね。お客さんは増えると思う。はこんな活動を続けててほんまに映画監督になれると思ってる？ここまで来たら引き下がられへんやろ。おお、デニーロやんけ。物陰で一番何が大事か分かる？売れなきゃ負けだぞ。絶対勝ちます。俺が男の生き様じゃい。女やないの。ついに幕が上がる負け組たちの一大ショータイム。踊らせてもいいかな？いいとも。この男、映画監督になれるのか？どうした？行くで。ロックンロールストリップ。まあ、いつでも男がアホやねんけどな。